知って得するパワーオブワーズ、負けない勇気を信じて。少林寺拳法開祖語録の中に見切りの重要性を説いた一節がある。それは武的要素として大事であると同時に、生きていく上での重要な人生のコツであると言っているようにも聞こえる。生きている限り目を追いたくなるような悲劇や逆境も時として目前に現れるが、目を見開いてそれをしっかりと見つめなければ見切ることはできない。この時代をしっかりと見切って主体的に生きていくために、我々は目を曇らせぬよう修行に励み、目を見開いて人や物事に直面する勇気を持たなければならない。Feel the origin、創道心アーカイブズ。一応目を覆えば大山を見ず、ついたり蹴ったり二人が向き合った時だけの八方目では意味がない。全体の中に何かを感じる、感じられる、全体を通して部分が判断できる、そういうものが欲しい。家庭だって同じで、家族全体、家庭の諸々を見渡せるようでなかったらその家はうまくいきません。あることだけしかわからない。それじゃあ家長であれ、職場の長であれ、ついていく方にしてみたら何とも頼りない。ですから物事をトータルに見る訓練を常々においてしておくべきである。よく例に出して言うが、森に入ってしまえば森全体は見えません。ある距離を置いて初めて森が見えるのであり、また比較した時に大木と小木といった区別も生まれる。しかもそうした観察眼や分析力、判断力、物の見方といったものは常日頃に養わなかったら身につかない。一応目を覆えば大山を見ず、一枚の木の葉っぱでも目にかぶされば大きな山も見えなくなる意味で、ちょっとした指針のために高名な心が曇ることの例え。自分の目に見えるところが全て。君らの目はそういう面玉しかないのと違うか。1977年9月本部職員への訓話。割愛し2段目から。今回の開祖創道心の言葉から想起したのは、死別れて3日なれば、すなわちさらに刮目して相対すべしということわざです。日々鍛錬しているものは3日も会わなければ見違えるほどに変わっているということであり、いつまでも同じ先入観にとらわれず、常に物事を見る目を更新することの重要性を示唆する言葉です。祖父の言う物事をトータルに見る訓練とは、日々の努力の積み重ね、もちろんのこと少林寺拳法の活動を通して、私たち一人一人が視野を広く、視座を高く持ち、社会の中で今何が必要とされているのかを感じ取り、実践していくことだと思います。失敗を恐れずにチャレンジすることで、新しいものに出会うチャンスの多い時代ですから、少林寺拳法が社会に必要とされるためにも、まずは私自身が楽しんでチャレンジできているか、本年も皆様と共に学び歩み進めてまいります。少林寺拳法第三世師家宋光馬。宋道心先生、宋光馬先生の素晴らしいお言葉。我が道場では技術が中心でありましたが、法話力の成長、勇気づけを行いたいと思い、少年剣士へも朗読を分かりやすく行えればと思っております。また多くの皆様方にも何かを感じてもらえれば幸いです。パワーオブワーズ、負けない勇気を信じて。